はい、どうも、板でーす。はい、オフ会をやりましょう。はい、ということで、今年もちょっとね、オフ会をできたらいいなっていう感じで思ってます。はい。で、去年も宮ヶ瀬の小中駐車場 C というところで、やらせてもらったんですけど、初主催、そして、オフ会初参加でね、自分もね、初めてだったんですけど、30代ぐらいかな、来てもらえて、はい。ありがとうございます、去年は。ということで、ちょっと、まあ、毎年恒例じゃないですけど、まあ、そういう感じで、やっていけたらいいなっていう感じで思ってます。はい。で、今年も一応宮ヶ瀬の小中沢駐車場 C で、ちょっとやろうと思います。一応、駐車場の地図今出しますけど、下の方の、奥の方っていうのかな?の方で集まって一応やろうかなっていう感じです。はい。で、オフ会って言っても、宮ヶ瀬のジムの方に、まあ、去年同様ちょっと聞いたんですけど、去年も普通に、なんて言うんだろう。特にイベントとかは企画をしてやるわけじゃないんで、まあ、あくまで一般利用として、端の方に、奥に集まって、やっていただければ、問題ないということなんで、まあもちろんマナーとかも、マナーも守っていただいて、で、今もう、こういう、ね、大変な時期ではあるんで、感染予防とかもしっかりしていただいて、だったら、まあ、やってもいいかなとは思ってます。はい。なので、まあ、それでも、来てもらえる方いらっしゃれば、ちょっと、まあ、やろうと思ってるんで、ぜひね、お願いします。で、日時が、9月21日をちょっと予定してます。祝日の月曜日です。で、時間は、一応ね、まあ、9時から10時の間ぐらいに、現地についてきてもらえれば、平気かな。そんなに多分ね、すごい駐車場大きいんで、祝日4連休の真ん中なんですけど、まあそんな埋まんないかなと思うんですけど、ちょっとまあ、なんか埋まったりしたら嫌なんで、早めに、まあ9時とか10時ぐらいに集まっていただければ。まあ、で、お昼ぐらいまで、お昼過ぎぐらいまで、っていう感じで。で、宮ヶ瀬の方には、貸し切りとかっていう感じで、申請書とかは、出してないんで、そういうイベントっていう感じで、やる感じでは伝えてないので、普通にもう、なんで椅子とかを出したりとか、そういうのは、やめてください、と言われてるんで、管理の方から。普通にもう、奥に止めて、普通におしゃべりしてっていう感じでお願いします。はい。ということで、それだったらやっていいということなんで、はい。っていう感じですね。で、その日、VAB とかの、レボーグとか、VA、VM 系の全国オフが長野であるんですけど、僕もそれちょっと行こうかなと思ってたんですけど、去年同様。ちょっと参加できなかったんで、参加できなかった人、全員こっちに流れてきてください。はい。という感じでちょっと、今年も開催しようかなと思ってるんで、ぜひ皆さん、お時間ある方は、よろしくお願いします。はい。一応コメントとかいただけると、台数把握しやすいんで、ありがたいです。もちろん、そのまま、アポなしで全然来てもらっても構わないんですけど、はい。あと、車種も、まあ一応 VA 系のオフ会っていう感じでは、のつもりではいるんですけど、もちろん他の車種も別に来ていただいても全然構わないんで、はい。他の車種も一応来る人何人かいるんで、はい。全然問題ないです。という感じで、はい。よろしくお願いします。ちょっと説明不足あるところは概要欄とか字幕とかで入れとくんで、はい。確認をよろしくお願いします。っていう感じで、はい。以上です。